今回の動画はですね、こちらです。678シカチャンネル特別動画です。で、まあ、今回はこちらのおかしなかき氷、ガリガリ君ですね。何がおかしななんかよくわかんないんですけど、まあ、これと2週間ぐらい前にアマゾンで、大体700円ぐらいで買ったんですけど、2週間、そのまま、台所の方にお宝しになっとって、まあ、ずっと放置しとったんですよね。で、まあ、買うのを忘れて、ね、今日、気づいて、まあ、動画に出すことにしました。で、まあ、これ一遍開封しています。まずパッケージから見ていきたいと思います。で、まあ、これ、ちなみに、ここガリガリ君1本分ですって書いてあるんで、まあ、普通の、よくコンビニでなの売っとるところですね。なんで、まあ、ちっちゃいやつだから、箱入りの分はあんまり、多分できないと思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、いろんな味を楽しめるんですけど、まあ、今回用意した、アイスは、かき氷、ソーダ味なんで、まあ、今回ソーダ味を試食します。こんな感じですね。で、まあ、お宝トミーさんが作った感じですね。というわけで開封していきたいと思います。商品は大体こんな感じですね。まず説明書から。説明書はこんな感じですね。で、これ全部自分で組み立ててたんですけど、まあ、ここには取り扱いの中、で、まあ、使用方法とかいろいろ書いてありますけど、まあ、実際ここ見ながらやりますね。という感じです。というわけで、早速、今からやってみたいと思います。大体こちらです。普通にソーダ味ですね。で、今から、こいつを、かき氷にしていくって感じです。ですね。出てきました。ちょっと、ちょっと分かりづらいと思うんですけれども、出ていきましたね、こんな感じで。まあ、こういう感じでまあ回していくって感じですね。ここを回すって感じです。ここを回すって感じ。まあなんかずっと同じことをするってもつまんないんで、ちょっとここは、まああんまり普通のかき氷みたいには山みたいにはならなかったんですけど、早速食べていきたいと思います。もうちょっとだいぶ溶けてますね。もう普通にガリガリ君。普通にまあなんていうの、なんか炭酸がないソーダって感じですね。なんかだんだん氷がなくなってきてる。まあ、こんなつまらない話をしとっても、まあ、しょうがないんで、ちょっとここも完食しました。やっぱガリガリ君は普通に食べた方がいいということが分かりました。というわけで今回の動画は、これで以上です。でまあ10月の半ばから678じゃないわ、ヒカ678へこむの、新チャンネルが出るんで、まあその辺は、次のエンディングでチェックしてください。というわけで以上です。さよなら。この動画もぜひよければ評価、そしてコメント、そしてもしよければ当チャンネルの登録をお願いいたします。